ひゆきゼミーし。はい、始まりました。一人賛否ということで。どうも、粗品です。はい。先週一週間ね、はい、4月28日の日曜日までに起こったこと、SNS ニュース中心に触れていきたいと思いますが、まあ、いろんな事件がありまして、いろんな意見がありました。ね。僕はね、その、一人で偏った意見っていうのを言いたくないんですよね。その、なんか、あの件については粗品こう発言してたぞとかね。あの事件について粗品はこっち派で物言ってたぞみたいな。そんな嫌なんですよ。だから一人でどっちの意見も言ってみます。はい、一人賛否ということで。だから一人賛否やっちゅってんねん。ね。これコントですから。僕の意見ないんですよ。3にも P にも。やのになんかどっちかの意見だけ切り取られてね。なんか X とか流されるんですよ。勘弁してください。僕はほんま、どっちの意見もないんでね。一人で言ってみるっていうコントしてますから。ほんま。またドイツニュースやらんよ。はい。今日もですね、適当に調べたんで、ちょっとリサーチ不足あるかもしれませんが。はい。そっちの方が、俺、もう話進んでて、このニュースもう嘘になってんで、知りません、それ。適当に聞き流してください。はい。娯楽ですから。ね。というわけで、今日ビッグニュースね。今週もいろいろあったんで、触れていきたいと思います。まずは、ウエストランド河本、タクシー運転手に暴行トラブル。出た！はい。2022年の M1 グランプリで優勝したウエストランドの河本太志が、酒によってタクシー運転手に暴行事件を起こしたことが騒動になっていると。ねえ。この事件ありましたね。4月20日の夜10時頃、JR 品川駅高輪口の路上で、酒に酔っていた河本は、タクシー乗り場ではないところからが、人が降りた車に乗せてもらおうとしたが、扉を閉じられたので、乗車拒否をされたと思って、車体後部をキック！キック！ね。降りてきた運転手と揉み合いになり、羽交い締めにされた際、運転手の腕に噛みついて、前歯が3本折れる事態に。ええー。運転手も河本の噛みつきが原因で傷を負ったという。おお。すぐに警察官が駆けつけたが、喧嘩両成敗となり、被害届などは提出されることはなく、事件化しなかったと。まあ原因は河本の勘違いだと説明があったと。で、これがありまして、所属事務所のタイタンの出ました我らが太田光代社長はですね、河本を3時間半厳重注意したといい。酒を飲む際のルールを決めたとして、相手方への謝罪と治療費の保証を口にしていると。ね。同席していた井口、相方ですね、は、河本に危機感を持たすため、2008年のコンビ結成時から続けてきたギャラの折半をやめたいと提案した。はぁ、なるほど。ね、ずっとギャラ折半してたんですね、二人ね。ピンの仕事がどれだけ入っててもですよ。はい。ウエストランドは当面は相方の井口だけで活動し、河本の復帰は未定と取材に対して答えている。なるほどね。ダメですよ河本さん。こんなことでもったいないね。いや、そのね、JR 品川駅の高輪口か、あそこや。ハリウッドの向かいやろ。わかるで、ハリウッドでパチンコ屋あんねや。その向かいの、ロータリーのとこってことかな。いや、ね、気持ちわかるんですよ。タクシーね、まあね、乗車拒否されたと思い込んで乗車拒否ではなかった。その、どのラインかわからんで。乗車していただける場所で乗車拒否やったら、まあ、それはムカつくけど。まあ、多分ですけど、だいたいあの辺ってね、タクシー乗り場付近ってね、乗り捨てられたタクシー乗られへんねん、あれ。これあるあるやねん。どこもそうやで。前の並んでる車乗ってくださいって言われますから。あんねん、タクシー乗り場でこう行列になってて、そのちょい後ろぐらいでお客さんが降りて、それ拾おうとしたら断られんねん、それ。それは運転手のマナーというかね、タクシー業界のあるんですよ。順番に。で、お客さんも並んでるし、ね。人車ともに。ね、人馬ともにじゃなくて、人車ともに、マナーがあるっていうことなんですけども、それ気持ちはわかります、でも。なんで乗しておれんねえやんけって思う気持ちもわかるけど、いや、キックはあかんねえ。仮面ライダーしかやったらあかんねえんで。キックって。わかんよ、それ。初対面の人にキックしたらあかん。
初対面の人にキックしてんの仮面ライダーだけ。ねえ。ああ、まあ、そのタクシー運転手さんには優しくしてくれと。そういうことでございました。ね。コウムさんダメです。ただー、正直背筋伸びたなはい。ここはええですね。いやいや、僕、そのね、手は出さんけど、絶対。絶対手は出さんけど、その、激烈絶戦はいつだってあるからな。はっきり言うて。こっちとら激烈絶戦はもう毎日のようにタクシー運転手を繰り広げてるわけで。ねえ、タメ口で言い合ったりとか、車内でね、怒号が飛び合ったりとかも全然ありますからね、その、日によっては。ねえ、正直背筋伸びるなぁ。すいません、まあ車内で怒号飛び交うはちょっと言い過ぎたか。それさすがに言い過ぎてるんですけど。はい。ね、ガチャーって乗って。まあ、特に大阪の運転手多いんですけどね。もう初動からかましてくるやつにはかまし返すっていうね。ガチャーってタクシー乗って。どちらまで、なんでタメ口？すさまじいスピードで返しますからね、僕。俺の好きな、なんでタメ口？ってやつ。これは結構ね、その後輩がタメ口使ってきた時の失礼なやつへのツッコミで、なんでタメ口とかは言ったりしてたんですけど、そう、タクシー運転手もよう言うてるって、なんでタメ口とかね。やってますが、いやいや、手は出さんけどね。正直この、対タクシー運転手さんとか、まあ、対店員さんとかね、もう背筋を伸びる出来事でございました。芸人やし、M1 チャンピオンやし、ね、共通点多いから、デコボココンビの身長高い方や。な。怖いよ。で、相方がその、チンチンを出してるという点でもね、はい、かなりこう、シンパシーを感じてますが、うん。ウーバーワールド、拓也無限大、不倫疑惑。ね、疑惑ですよ、これあくまで。2016年に結婚発表したウーバーワールドのボーカル、拓也。ごめんなさい、これ無限大って読むかわからんけど、拓也のハワイでの不倫疑惑が SNS 上で話題になっていると。ねえ。その話題は、ハワイでのライブ時に、インスタグラムのストーリーにタクヤが投稿した画像と、ファンである女性のアカウントが投稿した画像が、同じ場所で同じものを食べたのではと匂わすような、似通ったものであることから、不倫を疑われることとなった。ほう、あ、匂わせからこうなったんや。なんかね、X のトレンドとか入ってたんで気にはなってたんですけども。ことの始まりは、開催が約3年ぶりの女性限定ライブである2024年4月11日。ウーバーワールドクイーンズパーティー過去女祭りツアー2024がハワイで行われた際に上がった疑惑であると。ね。不倫疑惑の始まりがですね、4月10日から12日の間のタクヤのインスタグラムのストーリー。はい。夜景と空を映した画像で黄色の器に入ったパイナップルの画像を投稿して、ほとんど同じタイミングでウーバーワールドのファンと特定されているアカウントの持ち主の女性が夜景とパイナップルの写真をインスタグラムに投稿している。これをすぐに察知した別のファンが二人の関係を怪しむ投稿をしていくんですね。はい。まあこの投稿で一気に推察したファンたちからの情報が寄せられることになるんですが、確実な証拠がないと。あくまで噂の息を出ていないね。インターネット特有お祭り状態なんです。ねえ。タクヤはですね、新婚カップルを祝うためにハワイの旅費プレゼントしていることでも話題になってる。そうなん。この不倫疑惑の女性も旅費をプレゼントされたのではとの疑惑も上がっている。これちょっとよくわかりませんが。同じく、ね、ウーバーワールドのメンバーのセイカのブログに、さっき言ったね、投稿されたハワイでのオフショットの不倫疑惑の女性が写ってるんちゃうかっていうね、これも写真見ましたか。はい。まあ写ってたな、その、まあ不倫してる視点は関係なく、その人は写ってたな、なんか。服装とかね、雰囲気とか。はい、海を眺めるタクヤの姿があって、タクヤから、まあ、近くも遠くもない距離に、そう疑われてる女性が座ってる姿で、後ろにおんのよ。ね。ただ顔とか映し出されていないから特定はできていないと。なんか服の感じとかですね。で、この疑われてる女性が自分のインスタグラムに載せてる自撮り写真の服装が、この、聖火っていうメンバーの方のブログに載ってる写真と似ているから、ファンたちは疑いを深めているという感じでございます。ね。で、この疑惑があってからこの聖火さんがね、ブログで、この子、ウーバーワールドを本当に応援してくれてるクルーだから、と記している。クルーって言うんですね。ファンの総称。ありますね、そんな。まあ、僕のファンの総称はカスなんですけど。
はい。金払ったら不当客になるっていうね。はい。で、まあ、この記事に対しても、ファンはね、私たち、俺たちも本気で応援してるんだけど、みたいな。まあまあ、そんな声があるかって。まあ、それは、それは別にええやんか。ね。で、ファンは特定を急ぐと、ね。2023年のミーグリ、交流会のイベントで、タクヤが交流会に参加してた女性クルーを抱きしめる画像がまたこうポーンと出てきて。で、女性はその後ろ姿で詳細わからんけど、まあ、このハワイでの女性と一致するんじゃないか、みたいなね、憶測が続いてると。まあまあ、この辺はちょっとどうなんやろな。あまりにもあれな気はするけど、ただ、抱きしめる。おぉ。そんな見ぐりって、交流会で抱きしめたりあるんですね。そういう売り方してはんねん、タクヤ無限大。で、まあ、不倫疑われてるんですけども、そのタクヤが離婚してるかもね、みたいな説もあります。で、発表されてないと。だから全然タクヤが、離婚してる可能性もあるから、まあ、ファンとしてはもやもやしてるみたいな。いや、もうはっきり、その女性と関係がないこと、そして、奥さんともう別れてます、離婚してることも言ってくれよ、みたいな息もありながら。タクヤ無限大が気に入った女、クルーが、女クルーが一緒にアサイーボール食って、似た写真 SNS に載せたぐらいでそんな騒ぐっていう、まあ意見も。まあまあ、ごもっともですよね。これだけで不倫って関係ないですよね。まあただ、逆にね、なんかね、750人近いクルーが30、40万払ってウーバーワールドのハワイライブに行ってる傍ら、タクヤ無限大の作り方なんですか？で、知り合った特定の一人とだけ最低でも2日にわたって2食は一緒に食事して、夕日も見に行った事実は消えない。とか。なんか、でもややこしはついてまんな、オタク。まあ、いろんな、あれがあると。はい。まあ、でも、このやつね、良くないですよ。タクヤ無限大。ねえ、タクヤさん。いやいや、その、まあ、不倫してるしてない動画でね。で、何でしょうか。こう、匂わせ画像だけでどこまで盛り上がってるか、もう全く事実無根の可能性も全然あるんですけど、ただ、なんかこうやってね、ちょっと煙がちょっと立ってしまうだけでも、ファンの人が悲しむから、これは良くないと思う。もう、タクヤさん、本当に、反省してください、あなた。ね。ただUber Eats より先に Uber って名前つけてたん、エグすぎるな。はい、そこは擁護できますね。いやいや、エグすぎるから。Uber、Uber やで。もう今や、Uber Eats の Uber 先やってた。すごいね。いや、Uber Eats の Uber も、ほんまは V にしたかったと思うね。UVER にしたかったと思うね、ほんまは。UB じゃなくてね。でも、ウーバーワールドおったから、やむを得ず、B にしたんちゃうかっていうぐらい、すごいよ。ウーバー。ウーバーって。ウーバーって呼んでたもんな、ウーバーワールドのこと。ウーバー、ウーバーって言ってたもんな。今や、ウーバーイーツってこれ、とんでもないです。時代先取りすぎ。エグ。はい。郵便局員、現金約1230万円横領し、ギャンブルや借金の返済に使った。ねえ。衝撃です。これは一般の方のニュースですね。はい、顧客の貯金を無断で払い戻すなど、郵便局の40代局員を、懲戒解雇ということで、宮崎市だそうです。の郵便局。窓口業務を担当していた男性局員40代の男性社員が、顧客9人の口座から計約1230万円の貯金を不正に払い戻すなどの横領と窃盗していたと発表した。すごいね。はい。おととし8月から今年2月にかけ、9人の貯金から総額1230万円の着服だと。窓口業務で不正に貯金の払い戻し手続きをしたり、客から預かったキャッシュカードや通帳で ATM から不正に現金を引き出したりしていて、被害を受けた客からの問い合わせで着服が判明したと。そして男性客員は、ギャンブルや借金返済のため着服したと認めている。なるほどね。被害額の一部約250万円は返金されていると。で、実質的な損害は980万円らしいんですが、いやー、ダメすぎますね。こんなあかんよ。てか、こんな簡単にできんのか。
これ怖ない？いやいや、自分もね、ATM で下ろすときは、まあ、コンビニやったら1回20万とか。言うても1日50万までかな、限度。銀行の ATM 行っても50万までですよ。まあ、電話したらね、上限引き上げたら1日200万とか機械だけでいけるけど、それ以上、例えば500万とか1000万とか引き出すときって、窓口でね、通帳とかキャッシュカード持って行って、で、こうちゃんと書いて、で、こう提出して、カード預けて、現金がこう出てくるっていうやつの時に抜いたりしてんの。いや、これちょっとね、業界全体の信頼問題になってきますよ。関わってくるよ、これ。だって、そんな思いたくなかったし、もう、野暮やから誰も言うてなかった。いやいや、それなんか、俺のキャッシュカード一時預かってる時なんか変なことしてんちゃうかって、そらな、思えるけど思ってなかったわけやから。ただこんなことだったらもう一生その疑念あるよ。いや、怖いなって。思ってまうよ、これ。あかんよ、ギャンブルや借金の返済に使ったってね。全く擁護できません。使用用とかクズすぎますよ。ね。親が病気で手術代が必要でとか、息子のなんか学業のなんか、お金があれでとか、なんかそういうのじゃないんでしょ？ギャンブルや借金の返済に使ったらダメです。もうダメ。ただまあ確かにな。あ、まあ確かにな。やからあかんかかあからんこれ。え、いやいや、なにギャン、え、うん、現金1230万円を横領し、ダメダメダメ。あかんよ。ね。郵便局員が、ダメ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 。顧客9人の口座から、ダメ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 。貯金を不正に払い戻すなどの横領と窃盗していた、ダメ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 な理由が、ギャンブルや返済の、借金の返済に使った。まあ、確かになぁ。気持ちわからんでもないか。あかんあかん。その気持ちわからん、気持ちわからん方がええに決まってるもん。何言うとんねん。ダメです。はい。こんなんダメです。まあ。いや、そう、あのね、借金返済せなあかんってなった時に、ね、こう、よぎることランキング、あるんですよ。2位が、また違う人に借金する。よぎることね。3位が、うん、まあ、親に土下座するみたいな。1位、泥棒。なんか、いや、あれですよ。よぎること。あかんかんかんってなるけどね。あ、これ、泥棒、あ、銀行強盗とかやっぱ、それでやってんのかってちょっと思いますね。思わんけど。はい。嘘ですよ、全部。はい。草薙剛公演全裸全店事件から15周年。はい。こんなんもやっていくよ。はい。スマップの草薙剛。はい。が、23日、4月23日ですね。15年前に、公然わいせつの疑いで警視庁赤坂署に現行犯逮捕されています。はい。だから一人賛否ね、あの、衝撃的なニュースから、何周年みたいなアニバーサリーも祝えるというね、もう最強なんですよ、そうなると。はい。これを風化させませんよ。はい。当時の、記事読みましょうか。はい。4月23日ですね。はい。赤坂署によると、草薙容疑者は、もう容疑者で、ね。この日午前3時頃、東京都港区の東京ミッドタウンに隣接する公園で酒に酔って全裸になって騒いでいた。懐かしいあったね、これ。もう15年ですか。はい、駆けつけた署員に、裸だったら何が悪いと話して暴れたため、全裸のまま保護シートにくるまれパトカーで連行されたと。所属するジャニーズ事務所は当面の活動自粛を決めた。国民的アイドル、スマップメンバーの逮捕は各方面や海外にも衝撃を広げたと。ねえ、まだ当時、ジャニーズ事務所ですよ。ねえ。はい、公園近隣の男性住人から公園内で酔っ払いが騒いでいると110番通報があったと。近くの交番の署員3人が駆けつけると、草薙容疑者が芝生の上に全裸であぐらをかいて座り、意味不明のことを大声で叫んでいた。仲間の姿は見当たらず一人だったと。職務質問に対して立ち上がり、裸だったら何が悪いなどと答えた。騒ぐな、事情を聞くぞと呼びかけると、手足をバタつかせて抵抗した。同署は同日午前3時2分、あ、結構深い時間ですね、公然わいせつの疑いで草薙容疑者を現行犯逮捕した。抵抗を続けたため、保護用のグレーのシートで胴体をくるまれ、3人がかりで十数メートル離れたパトカーに運ばれ、そのまま赤坂署に連行されたと。
近隣住民によると、全裸のまま大声で歌い、踊っているように見えたという。シェイクかな。テレステ、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 言うてな。別の住民はベンチに座り、わー、ギャー、コラーとかバーカーと叫んでいた。逮捕を目撃した住民によると、押し問答になった草薙容疑者が、シンゴーとスマップメンバー、香取慎吾と思われる名前を叫んでいたという。あー、そうやっけ。そこ仲いいやん。おもろいね。終わったことですからね。何をこんな今。いや、あのね、もう掘り起こすのやめましょう。こういう、芸能人の不祥事とかね。15年経ってんねんから、これもう。さあ。ああ、その時の終わった話やねんから、今言わんでええやんか、これもう。意地悪やで、これ。ね、終わったことですから、もう。何のあれもないですよ。まあそのね、もっと大きい事件になる前でよかったです、本当に。はい。もっと、とんでもないことを、まあ、ね、本人も記憶ないぐらいって言ってましたから、当時ね。だから、もっと大ごとなってたかもしれないですよ。とんでもない事件に、なっていたかもしれないが、その手前でね、こうやって、パトカー連行されてよかったと思います。はい。もう終わったことやから、もう言わんとこ、ね。ただそらスマップ解散するわ。はい。いや、そらスマップ解散するわな。こんなやつおんねんから。あのね、スマップ解散の本当の理由って多分明かされてないんですよね。いろんな都市伝説あるじゃないですか。いろんな政治が絡んだんじゃないですか、事務所内のとか。あ、まあ、キムタクがどうで、みたいな、中井くんがどうで、他のメンバーがどうで、事務所と揉めて、いえ、こいつのこれのせいよ、絶対。なあ。こいつのこれのせいや。当たり前や。こんなもん、とんでもない。おもろすぎる、正直。ね。キムタクぶち切れたやろな。いや、信号はええかしらんけど、キムタクはぶち切れやろ、これ。お前何してんねん、お前。なーにしとんねんって。でこ叩いてたと思うで。うん、なーもね、なーしょめんって。ねえ、そこはちょっと、まあ、当時のことをね、思うと面白いんですけど。はい。出川哲朗の充電旅、またもやトラブル。またですか。今回は近隣住民とということで、はい、出川哲朗の充電させてもらえませんかの撮影トラブルを収めた13秒の動画が拡散され、ネット上で大きな反応が起きているとありました。はい、ね、オーバーオール着て追加のヘルメットみたいのを被ってる出川さんとゲストの姿があり、でおなじみの赤い電動バイクも映ってた動画だとね、撮影クルーたちもいた。で、出川さんたちがいた場所が両サイド車が駐車していて、飲食店の駐車場のようにも見えるところ。まぁ、ちょっとこれでも場所はわかりませんね。で、あたりは暗くなってて夜だと。で、突然ですね。何の騒ぎですか？ね？子供たちもいるから早く帰りなさいよ！ってこれ女性の大きな声が響いて、手川さんがジャンパー置きながら、はーい、すいませんって、まぁ、ちょっと平謝りするみたいなね。女性が相当怒っている口調でした。夜の撮影現場に人が集まっていた様子で、どうでしょう、見物客で騒がしくなったのかなみたいな。店の外に集まってきていた子供たちと、店の敷地内で記念撮影していたところを女性が注意したんじゃないかって言われてます。まあこれちょっと詳しくはわかりませんが。で、この件がありまして、まあテレ東ですよね。取材に対してですね。はい、番組ロケに関しては、周囲の方を方々へ十分に配慮しながら行うことにしているけど、今回の件を受けてなお一層注意することは社内及び制作策で申し合わせたと回答しています。にしても続くね。ね、スタッフがですね、おかげなら来んなーってなんか怒鳴ったみたいな投稿が、まあちょっと前に話題になって一人賛美でも言いましたね。今回の件もまあすぐに、いや、またやん、みたいな感じでこう話題になったと。ね。まあでも今回もですね、一応もうすでに賛否ありまして、もちろんね、やっぱりだからテレビのスタッフってなんか偉そうよなっていういつもの意見、ちょっと周囲、近隣に対しては丁寧にいかなあかんで、勘違いしてんちゃうかっていういつもの意見に、まあ反する意見では、この苦情言ってる女性の人、なんやねん、みたいなね、方も、あります。
なんかこう、まあ、出川さんは謝ってるし、いい人やな、とかね。うん、このモンスターペアレント感いかついな、みたいなのもありますが、もう名物なってるやん。10年旅。これね、いやー、でもその、一回そういうね、あの時、橋食い岩でしたかね。追っかけなら来んな、で、わーってなった時があるから、結構配慮はしてるはずなんですけどね。どうなんでしょうか、ちょっとわからんね。僕もね、テレ東でレギュラー2個ありますから。うん、絶対テレ東の味方は味方なんですけど。まあまあ、でも気をつけてはいながら、名物になってもうてるから、もうさらに気をつけなあかんということやな。まあでもほんまに、その、ねえ、あ、うん、おかしな人もいるっちゃいますからね。一般の方で。まあそれこそ俺もこんなん言われたことあるしな、そのロケしてて、どこでロケしてんのよみたいな。あるある、その許可取ってるとこでもあるから。邪魔じゃないのみたいな。まあ確かに邪魔になってる時もあれば、全く邪魔になってなくても言われる時あるから、これは判別が難しいです。うん、今ちゃんの実はっていうレギュラー番組で、重曹、大阪の、梅田の近くの重曹っていうところでロケしてた時は、ほんまにね、個性豊かなおっちゃんおばちゃんがいてですね、うん、まあ歯が一本しかないハイチっていうやつとか、うん、まあ歌歌ってるシングっていうやつとか、うわ、なんか思い出して泣きそうや。みんな元気かな。重曹の名物おっちゃんおばちゃんたちとかいてね、タコ殴られっていうあだ名のおっちゃんはね、もう顔真っ赤なんですよ。で、なんか、自転車置き場のところに立ってて、ね、ロケスタートして18時ぐらい。で、そこでおって。で、ロケが2、3時間して、で、帰り、また駅前通ったら、まだおんねん、そこに。タコ殴られっていうおっちゃんが。うん、で、何してるんですかって。そう、全く同じ場所で、全く同じ出立ちでおって。何してるんですかって聞いたら、昔、連れが、ボコボコにされたことがあると。そう。タコ殴りにされたんやと。ね。そいつを探してるっていう。はい。その、うん。そいつを探しに、この重曹の自転車置き場を見張ってるっていう、はい。個性豊かなおっちゃんがいたりとか。なんで、そうそうそう。なんか、変な人は多いっちゃ多いですよ。ただまあ、まあ演者もそうですけど、スタッフさんも気をつけないといけないなっていう、これあるあるです。で、あと、まあ、言うと、出川さんはほんまにいい人なんでね。出川さんは悪くないですよ。はい。出川さんはいい人でーす。ただー出川は飲み会で、しんすけくんの枕営業の誘いを止めてくれんかったって、マリエがインスタライブで言うてたからな。はい、これもね、2回目なんですけど、言うてたなぁ、マリエがインスタライブで。男がね、ほんで、聞き手の男が、それやばくない？それどうなってんのそれ、みたいな。あいつの喋り方も相当腹だったんですけど、でも言うてたから、その、マリエがインスタライブで。僕はマリエ派ですからね、この件に関しては。出川さん、ちょっとこれは記者会見開いてほしいなと思います。はい。阪神近本がふるさと淡路島に恩返しをする会社設立。阪神近本浩二外野手、過去29歳が、全国の離島支援に取り組む一般社団法人、リンクアップを立ち上げることを SNS で発表しましたと。ね。いや、これコンセプトすごくて、ふるさとの兵庫県淡路島、いや、自主トレッチの鹿児島、沖の選ぶ島の子供たちに夢を与える活動を今後もより継続的に行うためですって。人と人のつながる育み、地域に根ざした活動を行うをビジョンに掲げ、全国各地でその地域と地域外の人たちの交流促進などに取り組む予定だと。輪を広げていくとの目標を示したと。ね、すごいですね。近本が出資するほか、離島支援、地方創生の理念に賛同する企業からの協賛金を原資に、離島の子供たちへ向けたイベントなどを実施する活動が主になっていくと。ね。離島出身なんですね、近本選手。ほー。淡路島の離島の出身で、近本選手自身がね、高校生の時に、離島から外出たら、こんなに外の世界ってエンタメに溢れているんだなって感じたと。ね。そっから思いを綴るんですよ。田舎にしかないメリットもあるけど、でも田舎の子供たちにとってはそれが普通。都会の子からしたら特別だから田舎に行ったりもしますけど。逆は情報量が全然違う。だから外の世界を知ってほしいと。2年前、沖永良部島やっけな。ごめんなさいね、何回も。の子供たちを京セラドーム大阪へ招待した。招待された時、その沖永良部島の子供たちが、なんでこんな大きい建物が、ドームになってるのかとか。
これどうやって作ったんやみたいな感想を残してるみたいなね。はい。本物を生で見る、本物を経験するということが映像だったりテレビの中だったりとは全然違うと感じました。島の子供たちは今まで見ると言ったら社会人の草野球を見るとか、お兄ちゃんの野球を見るぐらいだったのが、プロのスポーツってこういうものなんだ、京セラドームってこんなに大きいものなんだ、こういう建物なんだっていうのは生で見ないとわからない経験だと。なんでこういう建物ができるんだろう、なんで電車が動くんだろう、なんで飛行機が飛ぶんだろうと思ってくれれば、高校や大学に進学するきっかけになると思う。それが人生の分岐点で選択肢が増えることになると思うので、僕らがサポートしていけたらと言葉を残しています。そして大きく言えば日本も離島に入るじゃないですか。だからゆくゆくは日本の子供たちをいろんな地域、いろんな国への体験プログラムに参加してもらって、日本自体もより活性化していければと展望を示した素晴らしい取り組みです。平和でいいですね。いやー、なんか一人賛否始まって以来の心がなんかすっとね、温かくなるいい話題じゃないですか。そうかそうか、離島出身の方がね、離島のそういう支援のために会社を設立するっていうのはなんか素敵で応援したくなりますね。ルーツがあるから、ルーツがそこにあってストーリーが見えるからめっちゃいいですよね。近本選手、会社設立おめでとうございます。ただー、節税のために会社作んなや。お前、節税のために会社作ったやろ。なあ、近本。あかんだよ、お前。なにがリンクアップやねん、お前。まずちょっと、一人賛否すぎるんですけど。お前、節税のために会社作ってるんですよね。ねえ。一人賛否始まって二組目ですよ。一組目は嵐っていうなんかグループがね、節税のために会社作ったんですよ。株式会社嵐やったかな。なんか5人メンバー連名でやったらしいんですけど、あれもね、なんか、そう、多分あれ節税のためなんですけど、はい。近本もそうか、ちょっと収入も上がってきて、どうしようかな、みたいな時やったかな。節税のために会社作って、役員報酬で給料自分にやらへんかな、お前。払え払え、税金。いやいや、頑張ってください。韓国事務所、ハイブ。ニュージーンズのプロデューサー、ミンヒジンを解雇か。これね、ちょっとね、なんかすんごい大きい話題らしいんですけど、全く登場人物誰も知らんかったから、めっちゃ調べました。はい。なんで、ちょっとこれはもう解説メインでやっていきますね。なんか、すごい、韓国で大事なってるらしいですよ。これ。ね。K-POP 界隈大激震ということで。はい。ちょっとゆっくり説明していきますね。はい、まあそのハイブという事務所があると、ね。BTS、知ってますね ?BTS らを擁するハイブっていう会社があるの、子会社、アドアってどこがある子会社の代表であり、ニュージーンズの生みの親であるミンヒジン代表が、ハイブから業務上の背任などが疑われ、告発されることになったと。まあこれニュージーンズっていうのは、そういうグループですね。まあ有名なグループを生んだミンヒジンという代表、アドア、子会社。BTS を、抱えてる HYBE っていう会社の子会社の ADOA っていうところの代表かつニュージーンズの生みの親です。はい。まあ独立を企てたとか、株式売却を計画してみたいな、で監査が立ち入りでみたいなことらしいですよ。はい。少なくとも今年上半期の K-POP 界最大の衝撃と言っていいらしいです。はい。それどころかこの先数年の流れも変えるかもしれないと言われている。現代の K-POP を象徴する二人のプロデューサーの喧嘩が起きていると。らしいですよ。はい。ニュージーンズのミン・ヒジン氏、VS BTS のパン・シヒョク氏。という構図です。ね。二人はですね、韓国最大の芸能事務所の子会社代表と親会社代表で今喧嘩してると。ちょっとね、勉強不足であんまり知らないんですけど、僕みたいな方多いと思うんで、ちょっと解説していきます。はい。22日、パン氏が、まあ、もうちょっとパンって言いますね。パンが、ミンに、ハイブ全体の景気を奪おうとする動きがある。だから監査に入るって発表したんです。ほんなら次の日、ミンが、自社内でニュージーンズのグループコンセプトのパクリがあった。
パンの発表はそれを訴えた結果の報復だと反論して、喧嘩勃発。ね。なるほど、なるほど。まずそのハイブのスケールはすごくてですね。はい。時価総額約9900億円で、つい先日大企業規模と韓国国内で報じられたばかりだと。パンは BTS を生んだ自社を社名変更して、子会社レーベル化。合わせて国内の中小規模の他社も子会社レーベル化した。マルチレーベルという独自の形態でこのハイブっていう会社を大きくしていたんですね。その他の所属アーティストとしては、ルセラフィム。あー、いつもの常連やん、うちのルセラフィムとか、セブンティーンなど超大物の名前が上がると。そしてこの二人は社内どころか K-POP 内のプロデューサーとしても超がつくほどのトップクラスだと。カリスマなんですよ、この二人。ね。ミンのプロデュースするニュージーンズは、歴代 K-POP ガールズグループ最大の売り上げを5年以内に塗り替えると韓国では評されているグループだと。日本でもですね、去年の紅白歌合戦で、日本正式デビュー前にゲスト出演し、韓国語で楽曲披露という破格の扱いを受けたらしいですよ。で、一方 BTS の方は言うまでもない K-POP 初の米国、アメリカビルボード1位記録ホルダー。まあ、これもすごすぎるということですね。はい、事態が大きくなりつつあった23日に、ハイブは昨年末から、ミンが投資家と会ってニュージーンズとの独立を企てているという情報を得ていたが、黙認していたんだぞと。ね。一方、ミンの独立話にメンバーと両親が全面的に支持する状況になっているという報道がされました。これちょっとごめんなさい。もう、ましてや韓国のことなんで、真偽はちょっとよくわからんから、話半分に聞いてほしいんですけど、一生懸命調べた結果これですわ。ね。ミンは、ちょっとミンの話しますね。2002年に。はい。SM エンターテインメントに入社。主にディレクターとして少女時代などを手掛けたと。グループのブランディングやアートディレクションの手腕で一気に直しられ、少女時代のコンセプトを社内でプレゼンした際には、美しいとか爽やかといった就職後がつかないただの少女と話した独特の感性などで知られると。ね。また一般募集での入社から成功を収めたため、叩き上げ星とされる。なるほど。そんな彼女をスカウトし、自社内のレーベル子会社、アドアを任せたのが、これアドアでやってるな。アドアですね。他でもないパンだったと。はい、BTS を大ヒットさせた彼には、ガールズグループもなんとか成功させたいと野望があったと。アドアについては、ハイブが株式の 80% を保有し、ミンら経営陣が残り 20% を保有する形となったと。ハイブから6000万円近い年俸のほか、彼女自身に国内外から約16億円の投資が集まったんだという。あ、でもその、まあもちろんね、ハイブがアドアの株式 80% 保有してますから、いつでもどうにでもできるっちゃできるんですかね。ミンは2022年7月に、5人組のガールズグループニュージーンズをデビューさせる。で、これはニュージーンズがすごいバコーンっていったんですね。いろいろブワーンっていったと。ね、めっちゃ売れた。すると、ハイブ社内でのミンの影響力どんどん大きくなっていた。BTS が兵役2期。ああ、韓国ではありますね。兵役。グループ活動がままならない背景もあって、ニュージーンズが会社の看板としての地位が高まっていったと。その中で、パンとの対立も深まっていった。かくして今回のことが起きた。今のが背景です。はい。ハイブ本社が取締役会を開いて、ミンの職務を停止すると発表しました。ね。主張は、ミンがハイブの持ち株を無断で売却して経営権を奪取しようとしているっていう主張です。即刻解任手続きに入るって宣言しました。ね。韓国ではですね、これが、ハイブの処置よりも、ミンの動きの方が注目されてクーデターだーっていう風に報じられています。そっちよりで。ね。ミンはこれを全面否定だと。で、次の日にリリースした。発行した。ね。ニュージーンズの文化的な成果をハイブが侵害していると指摘しました。これを正当な抗議をしたところ、報復人事に出たんだーって反論したと。ね。その文化的成果とはですね、パンが全面プロデュースし、今年3月にデビューしたアイリットがあまりにもニュージーンズを模倣しているという辛辣な内容です。もうこれがもうほんまにすごい言い方で、うわーって言ってて話題にもなってました。ね。まあ言うたらね、そのアイリットがデビューした時に、もうほんまにニュージーンズやと思ったっていう反応がネットでも爆発的に広がるぐらいね。ヘア、メイクアップ、衣装、振り付け、写真、映像、イベント出演など、あらゆる分野でニュージーンズをコピーしているみたいなね。で、ハイドのパンがデビューアルバムプロデュースをしたんだ、みたいな、この模倣を批判する感じは当時からあったと。はい。
ただまあ、この反論に関しては、一応向こうでは、そのパンは株式の話をしてんのに、ミンはパクリの話で返してるから、いや、どうやねんみたいなのもありながら。ただ、ちょっと待ってください。だから、まあ、そんなんがあってね。ミン氏とパン氏、ミンとパンが、何やねん、ミンとパンってずっと。あ、すいません。なんか金自体はね、別にミンがこれ、この会社辞めさせられても、世界的に有名やから。まあいろんなね、投資を望むオファーが舞い込むんやと。だからまあ、そこは大丈夫なんやと。ただ、その、看過できない状況としては、ニュージーンズのみがハイブに残って、自分だけが解雇されて、会社を離れる可能性が、ちょっとミンは嫌やな、みたいなことなんですけど、まあそりゃそうですよね。ニュージーンズのメンバーは、ミン側やんって。これまでの受賞式とかね、会社側に感謝の弁を伝える機会が幾度かあったんですけども、一度もパンへの感謝を口にしたことはないと。常にミンに感謝と言ってきたと。メンバー側はどうやってこれを受け入れるのか、みたいなね。で、あ、そうやそうや。ミンが25日に緊急記者会見を開いたんですけど、すいません、辛辣な、うわーって言ったっていうのはこっちの会見でしたね、多分。で、すごいね、ここでブワーって言ったんですよ。もう、なんか、背部から不合理な対応を受けましたとか、ルーセラフィムがデビューするまではニュージーズの PR するなって言われたよーとかね。なんか暴露したんですって。私は放送に出ることが嫌いだが、ニュージーズを PR するためトーク番組に出演したんだーみたいな。で、アイリット、お前らな、コピーしただろう、俺たちのやつみたいな。ね、内部でそんなことあっていいのかみたいな。ね、振り付けさえもなんで真似すんねやーとかね。これは韓国の放送各局で生配信される中ですね、激高した感情をぶちまけて、放送禁止レベルの暴言まで吐いたと。うわーって、これおもろいですね。これなんか韓国語分かったら爆笑やってんけどな、多分ね。で、まあニュージーンズを連れて独立しようとしたんやろうっていう内容については、間違った契約で悩んでいたことから出てきた軽い話だと。ね、ハイブ側はどうしてそんなことを考えたのだろうか。一つの会社に一生縛られていると思えばイライラしないだろうか。ハイブとどんな話をすべきか、どんなオプションがあるだろうかと考えて、ハイブに悪い感情を抱いた時は早く出ようと思うこともあるし、いい時はそうすべきだと思う。そのような過程で出たチャット内の会話なのに、私が何を奪うというのか。反論したんですよ。ね。まあいろいろブワーっとそういう会見があって、そのチャットの内容、パンとの内容も公開して、ね、二人の間で出来事も、二人の間のこと出来事も明かした。ね。で、ハイブがまたこれ反論していますね。はい、本日の記者会見で、ね、ミンが行った主張は虚偽が多すぎますと。はい、もう真っ向からです。ミンは視点を混同して論点を誤らせ、独特の屈折感を持っている。歪曲された事実が公の場で発表された。すべての主張に対して証拠を持って反論できる。経営上明らかにしなければならない事実については誠実にお伝えするって言ってます。もう、ぐちゃぐちゃですね。で、X でもかなりの数の投稿がうわーっと広がって、みんながみんな意見してますね。まあもちろん、ミン派、パン派、めっちゃあります。めちゃくちゃ広がってます。ね。韓国の報道の仕方と、日本のファンの受け取り方とまた違うし、ブワーって言ってます。ね。社会生活をしたことがある人なら、ミンの悪口は言えない。正しいこと言ってる。社内政治にやられたんだ。っていう人もいれば、どう考えてもミンの言動を誤りすぎてるし、行き過ぎてるでしょう。みたいな。ね。結局感情論だけで、情報漏洩とか逆バイラルとか肝心なところ何もわからなかったよ。みたいな。パン派の意見とかも厳しい意見があります。大変ですね。大変です。まあ、という流れなんですけども、まあね。なんでしょう。まあ、俺の意見っていうかね、その、まあ、とにかくアーティスト本人たちがね、気持ちよく仕事できるようにしてほしいですよね。もうそれだけじゃないですか。まあ、言うても、そこまでね、やっぱ詳しいわけじゃないんで、わからないんですけども、なんかこうね、まあ、パンもミンもええけど、アーティストファーストで、最後言ってほしいですね。その次にファンの気持ちを考えて、動いてほしいです。ただなんか、一本のおもんな映画見てるみたいやったわ。ごめんなさい。
いね、長い時間かけて。いやー、なんかね、その、とんでもなくバズってたんで、これが今週。まあ一応、ね、再生も回るかと思って取り上げたんですけど、なんやこれ？ようわからん。意味わからん？はい。意味わかりませんでした。ね。あの、なんかね、あの、短い、なんか作品とかそういう表現したものを、パフォーマンスを見たときに、あの、まるで一本の映画を見てるようでしたっていう、すごい褒め言葉あるんですけど、うん、一本のおもんな映画見てるみたいやった。まあ、この事件がね、なんか、もっと笑えるさ、アホらしい事件やと思ったら、もう、真っ向から対立してるだけやもん。怖い。ねえ、怖いです。はい。一本のおもろい映画見させてください、次は。ねえ。次ラスト。ね。コムドット、ブリンバンバンボーン、動画公開。来ました。もうこれ、おい見ろ！パンもミンもこれを見ろ！おもろすぎるから。はい。まあ、何があったって、そのね、クリーピーナッツさんのね、ブリンバンバンボン。まあね、スカイピースが下ネタの替え歌してちょっと話題になってました。が、次はコムドットが、プレミア公開で、クリーピーナッツブリンバンバンボンオフィシャルミュージックビデオっていうタイトルで、プレミア公開設定したら、公開前からもう、うわーってなりました。なぜなら、なんやオフィシャルってっていう。はい。そこかなり言われてましたね。オフィシャルちゃうやろって。それ許可取ってんのかって。クリーピーナッツにっていう。うん。ヒカキンも、夜遊びのアイドルオフィシャルミュージックビデオみたいなの書いてて、あれは、どうやったかな、なんか、本人から許諾もらったんかなみたいな。ちょっと詳しくないんですけど、コムドットめっちゃ言われてると。何がオフィシャルやねん、お前ら。クソが、言われてますね。ややこしいやんけ。クリーピーナッツの作品か思うやろ。まあ、オフィシャルミュージックビデオ、コムドットバージョンみたいなの書いてたかな。で、現在はこのオフィシャルっていう部分は消してます。そういう声が多すぎて、はい、コムドットが、すいませんでしたって言って消してますが、よくないよ！ほんまに、コムドット。ね。いやー、ちょっと待って、よくないよって、そうやな。あ、よくないよお前たち、ね。あー、もうさ、もうおとなしくしとけやなー、こんな。もう、そういう迷惑かけんとこ。な、オフィシャルってつけるとか、わ、誰か言わんかね、コムドット。なんか何人組かなやろそれ。誰か一人でも、いや、これオフィシャルってつけるのよくないんちゃうかなって。言われへんかお前ら。なこれはもうほんまにひどいですよ。しょうがない。これは、もう反省するように、コムドット。ただー爆笑させてくれてありがとう。はい、ちょっとね、おもろすぎましたね。おもろすぎて何回も見てます。あの動画、マジで。まあ、この一連の流れとか、うわーって言われてるみたいな、もうもちろんおもろいんだけど、いや、ちゃうね。作品がまずおもろいね。笑えんねん。こんな YouTube 見て笑ったの俺久しぶりかも。はい。あのね。MV が、とかじゃないんですよ。MV の、なんか、ね、マッシュヘアで増殖する感じが面白いとか、凝ってておもろいとかじゃなくて、ほんまにあの音源だけ聞いてもう笑えるから。めっちゃ面白いです。これすごいですよ。もう夢ですよ。芸人が、なんかね、漫談の CD とかね、ラジオで漫才とかして、笑かすって、音源だけで笑かすってどんだけむずいか。これはコムドットすごい爆笑でしたね。このカバーの歌が。もう面白かったです。すごい。あ、吉本大体ええねん。ほんま。売れるで君ら。いや、お笑いいけんねや。言うといてや。ねえ。一人賛否ということで。ね。賛もピも言いました。ね。以上です。まあちょっとね、いろいろありましたけども。これから一週間はね、平和のニュースで埋め尽くしたいですね。あっしゃ。